さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、ハムスターを肥満にさせない方法の運動編をやっていきたいと思います。まずはですね、ハムスターの起源についてちょっとだけお話ししようかなと思うんですけども、ハムスターっていうのはですね、1797年の、ヨーロッパのですね、アレクサンダー・ラッセルさんっていう方がですね、本に書いたことが、ハムスターの一番最初の発見になっています。はい、ということでですね、それまでの間っていうのはハムスターは野生の中で暮らしていたわけです。はい。で、なんでこんなことを言うのかというとですね、ハムスターは野生下では一体一晩でどれくらい活動するのかっていうことを今からお話ししようと思うんですけども、視聴者さんの皆さんは一体どのくらいだと思いますか？チクタク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 って感じなんですけども、ハムスターはですね、一晩で大体、まあおおよそですよ、いろんな個体がいるので、まあ、動かない子もいますし、中にはねすごい運動する子もいるとは思うんですけども、平均的に大体一晩で、数十キロ程度走ったり動いたりするっていうふうに言われています。数十キロですよ、すごいですよね。はい。で、自宅でね飼ってるハムスターちゃんにそれを置き換えてみるとですね、全く運動をすることができない環境にいますよね、ハムスターっていうのは。それを考えると、全く運動しないでいると、まあ当然食べるものを食べて代謝がないままだと太ってしまうっていう形になるんですけども、はい。なので、ハムスターちゃんは一晩の間に運動をさせてあげないといけないわけです。これね、野生下の中っていうのは、なんでハムスターはそんなに数十キロも活動するのかっていうことなんですけども、ハムスターっていうのは、まあ縄張りもあったりしますけども、餌を求めて動き回るんですよ。そのために、ハムスターは、餌を、その動き回った先でちゃんとね頬袋の中にしまい込んで、いろんなところを活動して、戻ってきてご飯を食べるっていう風にね、なんていうんですかね、本能的にそういう風に作られてるんですよ。作られてるって言ったらおかしいかな、本能的にそういうことをするようにっていう風にハムスターはね体でね分かってるわけですよ。なので今みたいに豆苗とかも、ちょっと食べましたけど、頬袋の中に入れて、これをねお家に持ち帰って食べるっていう風な習慣になるわけですね。今もね食べ物こうやって探してますけども、ごめんね、ちゃんと謝ってますねビクってなっちゃいましたからね。これはね、今やっちゃいけない触り方でしたね。いや、あれっす。やっちゃいけない触り方の見本を見せただけっす。はい、っていうのはね、冗談なんですけども、ごめんね。上からやるとね、ハムスターはね、どうしても怖がってしまうので、皆さんは、ハムスターに対しては下から優しく触るようにしましょう。これはね、悪い見本なので、真似しないでください。はい、ということでね、ハムスターはそれぐらいね運動をするっていう、動物なので、お家の中でもしっかりと運動させてあげましょう。はい、ということですね、ということでですね、じゃあどんな風に運動させてあげたらいいのっていうとですね、まあここにも映ってますけども、ちょっと家邪魔必ず、回し車をしっかりと入れてあげましょう。ごめんなさい、ハムっていう家がちょっと出てますけど、これねちょっと動画にする予定もなく、本当に趣味で家を作ってあげたんですけど、もう動画にするんだったらちょっとここで出すしかないなと思って、あ、見てください、こんな感じでね、アイスの棒を使ってね窓を作ってあげたりだとか、結構ね凝ってね作ったんですけどね、これはね全く動画にしないので、もしかしたらどっかの動画の中でこれが入るかもしれないですし、まあ、ちょっとでかすぎたんで、もしかしたらもっと小さいので作って、家の中に入れるかもしれないですし、これはただ単純に趣味で作った家になります。はい、本編に戻りましょう。はい、ということでですね、やっぱり回し車を入れてあげるのが一番、飼い主さんにも負担がなくて、ハムスターにも運動がしやすい、やり方だと思います。でもちろん回し車をうちの子は使わないよっていう方もいらっしゃると思うので、はい、そういう子にとっては、飼い主さんがお家の中でお部屋の中で遊ぶ時間を作ってあげたりだとか、まあ、30分とかでもいいので、スペースを作ってあげて運動させてあげるっていうのがすごくいいことなのかなと思います。
はい、あとは先日に動画にしたように、あの食事の管理をねしっかりやってあげてセーブしてあげるということが、運動をあまりしない子にとってはすごく大事なことだと思います。お前豆苗何本目だよこれ運動っす、これ運動っす、綱引きの運動っす可愛いな。最近ねこうやって遊べるようになってきたのでね、すごく可愛いですね。はい欲しい欲しいっつって、こっから見ててください、これこれ腕の運動っすいやーかわいい。こうやってね欲しくてね来てくれたりとかする。これでもね本当に腕の筋肉は使ってると思うんですよね。あの人間でも筋トレでねこういう種目ありますよねはい、っていう感じでね、運動についてはこういう感じになるかなっていうふうに思うんですけども、いかがだったでしょうか。あ、そうそう、最後一つ言い忘れていたんですけども、まあこれはね、まあ結構割といいやり方なのかもしれないんですけども、寝床と運動場を2つ作ってあげるっていうのがとてもいいかなと思います。ケージをね2つ用意してあげて、そこをパイプでつないであげるっていう形ですね。図はね今編集でちょっと出しておきます。でなんでそのやり方がいいのかっていうとですね、ハムスターを運動させるために、例えばすごい大きな水槽で飼ったりとかすると、ハムスターっていうのはまあ狙われる側の動物なので、広ければ広いほどその自分が住んでる場所を警戒するために疲れちゃうんですよ。なので寝床は寝床でいつもの、大きさのところで、運動するところは運動するところで分けてあげると、まあ、そんなに警戒心もかからずに運動もできてすごくいいのかなっていうふうに思います。まあ個人差はありますけどね。はいということで、いかがだったでしょうか。もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。